こんばんは。こんばんは。片渕。はい。本日はどういう内容の動画になるでしょうか。今回テイクバックでしっかり体をひねる。そしてあとはちょっと左手と一緒にラケットを持ってこうやってこう手の引きすぎを抑えてひねりをしっかり入れてコンパクトに打点を取りに行くと、いう動画になります。そのポイントはどういうところでしょうか、はい、結構最初にこう開いてから横向きではなくて左手とラケット同時に持っていきながらあとはまあ下半身も一緒に体のターンを作ってあげると、そうするとラケットの引きすぎを抑えられるのと体がしっかりひねって横向き作れる。でこの上からボールを見ながら行ってもらって最後打点をしっかり取ってひねり戻してという形で打ってもらうと、まあ、コンパクトな準備なんですけどしっかり体を使ってスイングができるという形で。左手は大体どの辺まで持ってきますか。セットでセットで体の横の方です。横まで、うん、右側に持っていく、はいはい、であとはインパクトするときはしっかり出しておくと、そこから一緒に体をこう回してあげながら打つと体全体のひねりと戻し使いながら打てるのと、この持ってる分だけラケットは小さい準備で打点にしっかり合わせやすいと、ちょっとひねりを一緒にひねってもらう。じゃあやっぱりひねりもしっかりそれによって作れるし、やっぱりこうテイクバック開いて添えることによって引きすぎっていうのもそうですね、抑えることができるから速いボールとかね来た時とかのね対応はしやすい感じになりますね、はい、あとはここで見る時間ができるんで、うんうん、あちょっと相手が動いたなと思ったら違うコースにこう持っていけるんで早く準備できていろんなところにも投げてくると打てるようになります。ちょっと一緒に左手を添えながらテイクバックやってみてください。左手のこの使い方がテイクバックがやっぱフォアハンドの、ね、テイクバックがキーになりますね。じゃあ実際にこの後打ってる動画をよろしくお願いします。